あおかちゃんおはようございます。おはようございます。今日は楽しみですね。そうですね。あ、指どうしたんですか？塗りました、さっき。あ、ホームで塗った。ホームで？はい。家で塗ってこいよ。時間なかった。大丈夫ですか？よく乾くね。いや、乾かない今。だからどこも触れないんだ。あららら。完全にね、好きなキャラのカラーで来てますね。なかなか渋い色味の。緑がね、だいぶ渋い。緑が確かにだいぶ渋い色だよね。緑がだいぶ渋いのよ。確かにネイルの匂いしますね。そうなのよ。じゃあ私もいいですか？ですね。あ、はい、じゃあ私が回させていただきます。私はとにかく明るく来ました。暖色系です。素敵です。そしてもう一人ね、ウブの勝名が後輩の来る予定なんですけど、ちょっと電車が遅延してるみたいなんで、本当は6時発のね、始発の新幹線で行こうと思ってたんですけど、ちょっと上編しようかなと思っております。上編します。いるこれ。上編せずに済みまして、遅れて初菜が来ました。おはようございます。お乗車の列車は行ってきます。はい、ということで、USJ 着きました。イエーイ。今から遊んでいきましょう。涼しくていいね。寒くてさ。どう？意気込みは？今日絶対乗りたいやつ言って。私はあれエスケープ、コナンのエスケープのなんだっけ、脱出ゲームやりたい。あかりちゃんはハリーポッター。私夜上手乗りたいです。わあ、夜なんで上手なの？夜上手面白いと。もし乗れたら。ちゃんおかは？私僕のヒーローアカデミー。あ、そうだった。その目的で来たんだ。それ目当てで来てますから。じゃあ行きますか。そんな混んでなくていいね。よし行こうか。はい。回っております。回れ。今日いつもより回ってんじゃない？メリーゴーランドよ。いつもより回ってる気がしますね。さあ、おかちゃん結構着々と準備進めてたけど、何してたかだけ聞かせて。いえ。まだつけてないわ。何しようってんだ。おめえらの準備終わってんのか。いえ、やろうともやろうとも脱ぎ始めて、もう半袖じゃねえか。もう半袖です。もうさすがにね、暑いよね今日。めっちゃ暑いです。あれ、肩に乗せるぜ。乗せてくれ。はい。二人本願だった。お願いした。これを肩にちゃんとくっつけるんだ。これなんですか、おかちゃん。根津校長、この間一回来たでしょ、私。色赤に出てくる学校の校長。そう、UA 高校の校長を買ってたんだね、前回来た時に。それを肩に乗っけて。そして前回買ったこの。うわ、2個もあんじゃん、どうすんの？2個つけれたの、つけてる人がいて、2個。デクです。どうなってんの？私こっちがオレンジ。そうです、オレンジです。大変です。これ2個つけれる。つけれるのよ、実は。おもろ。ね、超おもろ。この横のこれおもろ。これさ、山本がつけられさせてくれたの。私たちがやってきたのは僕のヒーローアカデミーの。先どんどん入っちゃってます。あ、いいですね。いや、オールマイトといえばこれですよ。迷惑かけちゃった。あんたが手を挙げた時ビクってされてた。確かにまあ。治ってくると思ったもん。急に拳振り上げられたらちょっと怖いとこあるよね。やば。なんでうちに泣くんだ。おかしいだろ。いや、知り合いの方がいいだろ、知らない人より。テンション上がってきたね。そうだね、暑いわ。やばいよ。2回見たもん。山本もオタクだからさ、もう一回見たいでしょって言ってくれて。いいのって。おばさん。可愛いおばさん。3回目。あともうちょっとしたら始まりますんで。はい。確かに可愛いね。Tシャツの緑がすごく可愛い。ね、可愛いね。おかちゃんが買ったという3500円のマグ、かっちゃんマグ。すごいね。機能性も高そう。ね、確かに。普通に。可愛い。お母ちゃんがなんか買ったみたいでございます。これカットガム、なんだろう。可愛い。カットガムの見てて。可愛い。これ可愛いですね。可愛いよ。これ漫画の中のやつで、ちゃんと床読みくんが中に入ってる。すごい読みが。何が入ってるの他は、あれ何買ったの他は。あとコレクタブルフィギュア、コレクタブルのやつ。前回全部一緒だった。何個買って全部一緒だったんですか。3つ買って全部ヒーローズチップだった。あ、全九州。でまあもともとヒーローズチップと、まあこのかっちゃんとデックのやつと、エンデバーとか当たったらいいなと思ってたんだけど、全部ヒーローズチップだった。あらららら。あ。よくわかんないから行こうか。でもなんか良かったよね。なんていうの？なんか良かったよね。なんかが良かった。なんか良かったよね。楽しかったね。チュロス空いてるんじゃないかしら。でももう他のとこ行った方がいいか。チュロス行こうぜ。せっかくだったら行こうぜ。チュロス行こうぜ。いいね、あかりちゃん。楽しいね。あかりちゃんずっと騒いでたもんね。声笑ってたよね。笑っちゃいます。なんかすごいうなじをすごい責められたんで、なんでこんなね、すごい人聞きが悪い。うなじをずっとスタッフさんが責めてきたわけじゃないですよね。MX4D みたいなね、そのちょっと特殊な椅子だったの。あれがなんかもうずっとうなじ中心に。あれがなんか最高癖になった。楽しかったですね。じゃあ今から昼間のチュロスを食べます。園内にはね、皆さん映ってください、ぜひ。園内には結構あれですね。鬼滅はもしかしたら今だったら行けたかもね。これ終わった、ごめん、チュロスに来ちゃったけど。この後行けばいいよ。並ぶよ、でもきっと。本当？場所、どこですか？鬼滅隣。そうなの？校長。そうだよ。そんなのさ、並ぶのさ、声だけな、これね。今私たちは。かっちゃんの麻婆肉まんと、そしてかっちゃんの麻婆肉まん見せてあげてくださいと、そしてデクのチュリトス、そして両方です。両方食べました。むしゃむしゃしながら、なんだっけ、鬼滅が170分待ちだったから、今からなんだ、ハリーポッターの方行って、ハリー・ポッターを乗って40分くらいだっけ、待ち、一応今のとこで、それ乗って乗り終わったら、3本のほうきでバタービールやら何やらつまみながらの感じでいいですか？よろしいですか？ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。はい。当時のユニバーサル・スタジオだった。おお、美味しそう。美味しそうだね。キラキラです。イエーイ。なんか急遽オカリナさんが私にチュリトスをファーストバイトしてくれるということで。最悪、全部気持ち悪い。やだな。まあいい。そんな突っ込むもんじゃないですよ。あ、やめて、スマッシュが落ちる。どうですか。なんかデクの味。食べる。ごめん、うちの口の後で。もうちょっと。うまい。なんか美味しい。美味しいですか。ほら見て、うまいじゃん。ちゃんとほら、漫画のシーンが書いてあるの。アニメのシーンが。本当だ。行こうぜ。懐かしい、帰ってきたな。本当何年。なんか久しぶりに帰ってきたね。はい。確かにね。5年ぶりに。ただいま。何も変わってねえな。落ちたと思った。あんまりちょっとあんまりいないでほしい。あんまりいないでほしい。でもあの頃より細くなったから、今回は落ちる心配はないんじゃない？わあ、ここはまだ雪か。ずっと雪だな。こんなに日が照ってるのに。異常気象だな。こんにちは、何名様ですか？はい、働く職場の初めてですか？はい、ありがとうございます。お楽しみください。謎の質問されたね。私が分かった、私が乗れるか分かんないんじゃない、もしかして。やば、どうしよう。でも前回乗れたじゃん。前回乗れたけど、あの時の体重より。でも違うね、あの時だって2019年の夏だっけ。いや、そうだ、台風の時期だもんね。はい、で、私その後最高記録体重更新したから、あの頃よりは痩せてる10キロくらいは。だから、みんなで押せばいい。怖いんだけど。やばい、ちょっと怖いな、あの人のあの反応。うん、やるやる。今3本のほうきに来ております。今からいろいろ注文しつつ、ワードウルフを楽しみたいと思います。なんで？ワードウルフという名の、マップ入ってるね。アプリという名の魔法を使って。そうそうそう。じゃあ私から確認お願いします。ワードウルフの説明は鈴木さんが文字で出してくれると思いますので、はい。テロップ。はい。テロップで処理します。レギュラーに。じゃあ私も。覚えました。マキ、赤木か。どうしましょう。はい、覚えました。はい、じゃあ、はい。今回のお題はですね。今回のお題も可愛い。可愛かったね。確かに。可愛い住人。可愛い住人、確かに。なんか隠れた人気あるよね。ああ、これね。うん。私も割と意外と好きです。あ、結構好き？何にも覚えなかったな、このキャラクターについて。一番じゃないけど。やっぱりわかる、一番じゃない感じはあるよね。一番になる人いる？でもたまにいる。いるいる、たまにいる。じゃあ一人ずつ。一人ずつお願いします。なんだろう。USJ でこのお題が出ると思うので。ああ、確かに。なんか攻めたお題。攻めたお題だったね。これはたまたまアプリが出した。たまたまアプリが出したお題ですね。日常法に基づいて。ダメだ。このメンバーの中で一番似ているのは誰ですか。似てる。誰も似てない。お母ちゃんじゃない。ああ、だからそのキャラクター性。なんて言うんだろう、ちょっとなんて言うんだろう、どんくさくはないか。そうですね。臭くはない。なんかあんまり分かんない。名前と見た目ぐらいで。じゃあ切り込んでいい？鼻黒いよね。切り込んでます。確かに黒いですね。あれ、鼻黒いかなって言ってる。でもはっきり顔が面白いな、私。ああ、そういうこともある。前面に出てる感じじゃないですからね、キャラクターとして。3回中3回なったんです。そう、今までね、ワードウルフ、これ今日ここで3回やってきましたけど。順番変えてるはいるんですけどね。お母ちゃん怪しいと思うな、うち。ちょっと3回目ある。わかんない。こういうのを繰り返して人狼嫌いになってくるの。さすがに3回目はないのか。アプリが信用できなくなってくるんですね。じゃあ投票する？まあなんかでもこのままだと弁明した方がいい。確かに。弁明した方がいいよ。わかる。確かに。弁明お願いします。でも結構じゃあ革新的なこと言ってもいいかもしれない。喋るよね。喋ります。喋りますね。喋るよね。喋るよね。確かに。だから革新的な何でしょうね。私も革新的なこと言う。兄弟がいっぱいいますよね。あ、明かりかもな。これ明かりだな。あかりぶっこんだね。あかりぶっこんだね。わかった。あかりのお題分かった。あかりちゃん、多分私もそうだ。お題分かったわ。いや、じゃあ私はお題やってます。皆さんの。オッケー。皆さんのお題やってます。まだもう時間なかった。っていうことは自分違うって言ってるようなもんやで。私あかりちゃん多分分かる。私も分かる。あかりちゃん分かる。じゃあ当てていい？絶対分かるよね。じゃあせーの。101匹ワンちゃん。スヌーピーです。スヌーピーか。どんなとこ？うちらのお題は違うんだよな。あ、そういうことですね。あ、そういうことですね。私はグーフィー見せてあげて。そういうこういう結果でございました。これピント合わない。ピント合わない。兄弟いないでございました。ピント合ってますよ。合ってます。ありがとうございます。っていう感じで待って注文まで30分くらいかかるみたいなんです。じゃあこれからいろいろ頼みますか、またね。はい。パイを食べたい。ミートパイを。エピさんこれ。でバタービールも今頼んだし。パイ食べてくれるよ。パイ食べるよ。あんたのパイ食べちゃう。醤油と同じやつ。あ、じゃあ同じやつ。あんたのパイ食べていい？これですよね。カニナのパイ2個ある。注文中です。来ました来ました。これがマキさんのですか？あとそれがこれがあなたのですか？それが私です。おいしい。お前も。パイ、このさミートパイ、そして大好きなこのバタバタビール、バタビーバタビー、自分の手が豚みたいだった。 笑ってら豚さん、そうだよ、俺豚だよ。じゃあちょっと先に一杯いただいちゃってもいい？じゃあ乾杯しちゃおうか。あ、取りますか？あ、取れてる。じゃあちょっとすいません、先泡がちょっとやることいっぱいあって忙しいから。これこれ上手、お上手、似合ってますね。お上手、ちょっと太鼓持ちじゃない。おひげ、おひげがお上手。ありがとう。素晴らしい。モグラみたいだな、なんか。ありがとう。あ、甘い、うん、うまい。え、ちょっと待って、ちょっと待って。なんかずっと気になるなと思ってたけど。初菜がずっと今日一日持ち歩いてたアクスタって。スネイプ先生です。すごい、しかもなんかすごい立派なアクスタだね。立派な。分厚いよね。ちゃんとした。ね。先生と。泡から出てる先生みたいな。可愛い。いいね、可愛いね。あきちゃんもいいね。まきちゃんもすごい派手だね。あ、そうね。どれを食べるんですか？ハッピーって感じだね。あれあれあれ、ぬい取り。あ、もうそうなりますから。はいはい。ぬい取りしてない？あ、してるけど何？すごい。してるけど何？してるけど何、文句あんの？何か文句ある？私の彼女やってるんだけど。そこまで言ってないじゃん。うまいこと言わないでよ。してください。本当にいいことです。切実。すごい。あとフォーク配ります。フォークとスプーンとナイフ配ります。ありがとうございます。みんなで食べよう。乾杯。いただきます。みんなもよかったら入ってね。チュー。入ってるかな。お手手だけ。お手手だけ。後が戻りました。いやー。うまっ。おう。どれから食べちゃおうかな。スープか。甘い。もう膜張ってる。ほっといてない。膜だらけです今。最高です。終わった？終わった。食べよう食べよう。お母ちゃん結構前かがみで。うん。うん。デリシャス。最高。あら。うん。美味しいね。それはじゃがいもスープでしたっけ？うん、なんかちょっとチーズっぽい。気のせいかも。あ、気のせい。でもなんかチーズを感じる。気のせいかもだけど。ありがとう。ごめんなさい。よいしょっと。じゃあパイをゆで。え、根津校長しょったまま？ああ、もうこのリュック下に置きたくないから結構こうなっちゃうんだよね。なるほどね。ああ、そうなんですね。え、あ、ここ置きます。あ、全然いいのよ。気にしないで。大変なこと。お願い、パプリカも食べて。嫌だ。食べますよ。チラじゃないんですよ。なんか優しい人間がいる。おい、なんだよ、優しくねえみたいな言い方しやがって。パイだけ食べるマグロもいるから。うまっ。いただきます。美味しいね。てか風気持ちよくない今日。本当に気持ちいいですね。トウモロコシから食べようかしら。ここいい席ですね。確かに。外とかめちゃくちゃ日差しかと思ってたけど。マキいる？何が？トウモロコシ。いらない、お腹いっぱいになっちゃう。トウモロコシの皮。いるわけねえだろ。むしゃむしゃ。ましゃましゃ。あかりちゃん鶏肉ないでしょ？あげるよ。いらない？いや、なんか一口だけでいいですよ。それポーク。食べて、あ、それポークだって。これこっちよ。食べてください、食べてください。ありがとうございます。食べ残しはいいです。うん？あれ？人参。人参は食べれます。食べれる。トウモロコシ。はみ出してる。はみ出していくってな。それ新しい学校のリーダーです。あれみたいだね。こう抜いて、いやーってやつ。マンドレイク？マンドレイクとマンドラゴラって一緒なの？言い方が違うだけか。外今日すごい25度とか言ってたけど、風があるからか気持ちいいね。風が涼しい。もうダメだ、鳥がもう出てた。やってられるかって感じ。そうビャビャって感じ。うぜえ。いっぱいナプキンもありますしなんか前回も手で食べましょうってなりませんでしたっけ。最終毎回やってんだそれ。手でいいですよ。ワイルドワイルド。このナイフとか使えないの、これほとんど使えないじゃないですか。スネープ先生はどこが人気なんですか。結構スネープ推し多いよね。スネープみんな好きだよ。なんで？純愛を推ししてるからですけど。純愛は？うわー。そうなの？あ、見てくれるから。途中まで見た。ああ、最後まで見ないと。不死鳥の騎士団ぐらいまで。結構見てっちゃう。ここでハグリッド一択でしょ。珍しい。まあ動物好きだったら。いやでもハグリッド。でもハグリッド以外見たことないな。ハグリッド以外いないでしょ。以外いないでしょ。ハグリッド以外に。今日学校の設定だからさ、登場人物ハグリッドだけだった。え？全員ハグリッドじゃないの？ハリー・ポッターとって言ってるじゃないですか。ハリー・ポッターと何々って言ってるんだから。ハグリッドと何々だってわかるんですよ。もうスピンオフだなそれはもう。ハリー・ポッターとハグリッド。知ってるか？俺お前知ってるか？ここは3本のほうきっちゅうんじゃ。何なんですかね。全然知らないでハグリッド。全然知らない。3本の矢ってことですか？え？3本の矢っていうなんかことわざあるじゃないですか。お前さんはよそもんじゃない？マグルだ。2人ともさ、結婚しないの？はい。あ、しないのか。でもさ、うちらも年も年だからさ、まあまだ若いか2人が。ああ、まあ一般で言ったらもう結婚してない32。34です。子供一人いてもおかしくはないような世代ではありますけど。子供と来たりもするんだねみんな。そうだね。でも独身だからこそみんな遊びに来れたからね。みんな予定が合わせて。ね、思うよね。お母さんに預けてきたってなる可能性はあったんだよね。確かに。なるほど。USJ って場所はさ、いろんなことを考えさせてくれる素敵な場所だよね。何話してんだろうとかじゃないから、いつ話したっていいんだよこの話は。私たちのふるさと。確かにホグワーツ帰ってきただけですから。だからかこんななんか懐かしくて喋りやすいもんね。何でも話せちゃう。クラスは違ったけどさ。そうだね。フジッチで争ってた時期もあったよね。確かに選手だった万年補欠だったもんね。当ててはないんだ。楽なんだよね、応援するだけだから。出てないんだ。出ない。私はほらずっと妨害行為してたからさ。客席で。そっち側なんだ。本当スリサリーって感じ。おい、バカにするなよ。そのやつブロッコしかりていいですか。高取りでやめて。私も味方する。ちょっと待ってて。投げましょう。ねずこちょう。ねずこちょう投げですから。ねずこちょう投げましょう。目的2つだけ達成したわね今。あと何でしたっけ？ヒロアカとこれだけ。はい。あとはまあヒポグリフとハリー・ポッターと鬼滅に乗れたらいいよね。乗れたらいいなって感じですね。わかりました。できた。あ、何ですか？遊泳。おお。遊泳って A だよ。遊泳になってるのそれ。A ですね。あれだ本当。すごい。赤ちゃんが喜ぶと思って。遊泳。ああなんか変な食べ方していると思って。むしってると思って。すごい。大丈夫した変取らなくて。今でも大丈夫。ありがとう。ぬいと一緒だからそれこそさ、根津校長がかじっちゃったみたいな設定だと。根津校長人間ぐらいしか全然取らないじゃん。ひげつけたまま切ってる。ちょっとひげがついてていいですね。やらせ。確かにそれはやらせだな。やらせバレる。ちょびひげになってますね。いいです。ありがとうね。いい感じです。でもしれっと岡ちゃん。ルイージです。私ルイージになってました。そしてあかりです。でも可愛いこれあかりちゃんはさみしちゃん。そして私がマリオが好きなゆい。なんか頭にキノコ乗ってます。おもろ。すごい。ちゃんとしてる。そうね、結構細かいところまでね、しっかりしてた。ヒロアカも次はこういうのができてほしいもんだわ。確かに。わかります。ヒロアカも欲しいですよね。でもやってくれたんで次もまたいけると思うんですよ。肘を置くな。次はぜひバイタウンターじゃねえんだよ。伝えておいてください。本当に漫画が好きな人が買ってくれたんだなと思って感動してます。かんちゃん欲しいんだ。欲しいに決まってんだろ。てめえを余計なこと言ってんじゃねえよ。もう僕が喋ってんじゃねえ。マリオ&ルイージ&愉快なやつらっす。セサミストリート。まだまだですか。お尻引いていただいて、足もクロスして。できます。外れたりはしないですよね。そうですね。一応ロッカーかかるんですけど。私は大丈夫ですけど、今日我慢する。とりあえずトイレには行こう。とりあえず2時間並んで乗れなかったとしても、私は全然食いじゃないから。すみません。みんなだけ乗ってきてくれ。とりあえず出せるもの出す。減らしとこう。すみません、本当にありがとうございました。なんかありました。なんかありました。はい。つけてくれてる。今何乗ってきたんですか。今、鬼滅の刃の無限列車に乗ってきました。2時間ぐらい並んで乗りましたね。私一度乗ったことあったんで、楽しかったからみんなに乗ってほしいなと思って。ただ一つちょっと懸念してることがあったんですよね。ユーピーがもしかしたら乗れないかもしれないっていう。最悪2時間並んでユーピーだけ乗れない可能性あったなと思ったんですけど。そうなんですね。そこで、調べることはできたんだけど、でも実際本番ね。もしかしたら。乗ってからじゃないとわかんない。わかんないっていうね。乗れましたからね。乗れました。だから乗った後すぐ聞いた。乗れた？乗れた？って。すいません、本当に。ねえ、しかも今から食べるものはこちらの無限なんていうのこれ。無限列車のチョコレートのムースとカシスだったかな。そして私は煉獄さんの縁柱のオレンジチーズケーキ。あ、すごい。そして可愛い子ちゃんたちです。のりよすぎて可愛い。こちゃんこっちにもありますんでよかったら。あ、そう。無限列車のアトラクション乗る前に4人で写真撮れるね。それぞれのグループで写真撮れるんですけど、そこで見てほらこの無限列車の。でおもろいんでね、撮った写真が買ったんですけど1枚2000円。こちらはいどん。こっちだ。ごめんなさい。こちら。さあ。家族写真。めっちゃいいよね。いや、UFP ファミリーでしょこれ。私なんかどういう顔してんだってぐらいのなんかねえ。でも煉獄さんのこのなんだっけ、この背景が2、3日前に出たばっかしてね。しかも期間限定なんでよかったら皆さん行っちゃってください。ということで食べますか。これ何？これはなんだ？これはそのまま食うのか。ペロペロ。食べてる。いただきます。いただきます。よかった、氷なくて、さっき氷入って冷たかったね。ついて。very nice。yummy。一口いる？あ、うま。うまいの？あ、うまい。一口もらっていい？もうどうぞ。何させて？でもさ、うちらが仲いいのすごい嬉しがってる人たちもいるからさ。ちょっと安心。あ、うちすごいやだ。ゆうぴのスコープやだ。いいよそれで。助かるっていう声もあるからさ。一部でお母ちゃんがうちにこれをあんってやってって言った瞬間、ここがピクピクピクってストレスで。うわ。もっと優しく入れられなかったの。美味しくない？すごい柑橘。俺マジ柑橘。うまい。じゃあ無限。でも春休み明けてから来たからよかったよね。空いてるしさ、ここも。確かにうまい。これは本当に何なんだ、結構動けるのかな、なんかカシスかなんかだと思うんだよね。ダメだ、あちらを立てればこちらが立たす。笑ってよ、かちゃん。練乳、あ、カシスじゃなかったか、練乳なの。入ってました。わーい。すごい。かけ方やだな。なんかあ、やっぱ練乳だったのか。一口で食っちゃったよ。だって言ったじゃん。私言ったじゃん。これ何？このまま食うのかなって言ったけど。言ってよ、練乳だってかけて。練乳ボールそのまま食っちゃった。俺やめえなと思って。あ、パンチ効いた甘さだな。まあ疲れてるからか。私たちがあまりにも仲がいいからって、ここのね、レストランの店員さんが見て、仲良しシールくれました。オカリナさんは否定してました。仲良くないですってね。喧嘩ばっかりですって。うん、それを殴り合ってます。なんかこれももらったよね、ハリー・ポッターのとこで。で、うち誕生日月間なんで、なんかもらいました。でもこれさ、他のが派手すぎてさ、目立たないよ。あんまよく分かってないよ、多分ね。下の方です。ここら辺にあってくればよかった。ステッカーみたいな、みんなにおめでとうおめでとうって一回言われます。あ、でも確かによく見てるよね、みんなね。結構並ぶとさ、時間あっという間に終わっちゃうからさ、正直さ、乗り足りないよね、ちょっとね。だって何個乗れた？3つ？ハリー・ポッターとヒロアカと無限列車、3つ。無限列車で、今からエスケープ、コランくんのでもう終わりだもんね。でうちら別に始発で来たしね、品川から。でも一番最初に鬼滅に行くべきだったんだよ。ごめん、それは私の申し訳ない。それはそうだね、おかちゃんが悪いね。うん、ちょっとかっちゃん謝ってもらってもいい？謝んねえよ。謝ってもらっていい？謝んねえ、悪いと思ってねえか。謝んねえよ。悪いと思ってないの。あなたのせいでね、他にも乗れる乗り物が乗れなくなったんですよ。謝ってください、かっちゃん。うるせえなって、3人もいいんだから説得しろよ。一人の暴走に付き合ってんじゃねえ。かっちゃん、それ言い過ぎだよ。出てきた。一人の暴走に耐えられないことだってあるでしょ。なんかデックの時の方が輝いてるね、お母ちゃんは。じゃあまあとりあえずこの後エスケープ、はい、やって楽しんでいきたいと思います。そっか取れないと思いますけど、はい。さあということで、はい、コナンの脱出ゲーム終わりました。イエーイ。無事脱出できませんでした。イエーイ。脱出って感じじゃなかったけどね。そう。でも楽しかったね。いや、でも初のとあかりちゃんとゆうびも活躍してた。おい。私道案内頑張った。それ間違ってたよね、でも。そうだよね。いいんだよ。でも演者さん面白かったね。マジでコナンの登場人物みたいだった。ゆうぴ交渉してたよね、エレベーター使えないか。いや、してないよ、してない。行って、あそこまで行って、階段ですかって聞いただけ。最初の説明で使えないって言ってたのに。なんかね、1階から4階の移動はやばいなってちょっと思っちゃった。すごい楽しかったんで、ぜひ皆さん。はい。でもこれ最高の4人でまた来たいと思います。ありがとうございました。最後までこれ絶対ね、ユニバ行きたいって思うよ、みんな。このメガネおすすめよ、なんか愉快な感じだ。見えてめちゃくちゃいい。毎日つけましょう。さようなら。